ケプラー186は地球から白鳥座の方向の492光年、離れた先にあるスペクトル型 M1 ボルト型の赤色矮星である。太陽よりも小型で、金属量も半分に満たない。5つの太陽系外惑星が降転しており、そのうちの1つであるケプラー 186AF は初めて確認されたハビタブルゾーン内を降転する。 地球規模の惑星として知られている。残る4惑星のうち B、C、D はケプラー186に非常に接近しているが E に関してはハビタブルゾーンの内縁付近を公転しているとされている。存在が知られる以前にも数多くの観測記録が残されている。赤外線、マイクロ波 EM スペクトルで観測した。 H バンドでの死等級は11.605等であり、J バンドでは12.473等、K バンドでは11.605等である。視覚的速攻システムでは14.90等と16.40等とされている。わずかに明るさを変える流座バイ型変更性とされており、構成黒点による観測から33.695日の周期で自転しているとされている。 ケプラー186は太陽の約半分の質量を持ち、密度は 1.5905kg マイリッーメートルで赤色 Y 星と軽型主系列星の境界付近の規模を持つ。ケプラー宇宙望遠鏡による最初のデータが収集されてから2年以内に内側を交点している4つの惑星の存在を示す信号が発見され、 その惑星に関する議論が2013年8月と11月に行われた。2014年2月にこれらの惑星はベリフィケーションバイマルチプリシティと呼ばれる手法で確認され、最も外側の5番目の惑星も同年4月に同様の方法で確認された。ケプラー186の高度曲線の変化が惑星以外の原因による可能性は WM ック点問題とジェミニ点問題を用いたスペックルイメージングと保証工学による観測で除外されている。ケプラー186の周りに発見された5つの惑星はすべて硬い地表を持つ岩石惑星とされている。最も小さなケプラー186ビットは地球より8%大きく、最も大きなケプラー 186D は40%。 大きい。内側の4つは、超積力によって、超積固定を起こしていると考えられているが、最も外側を公転している、ケプラー 186AF は、時点速度を減速させるのに、十分な時間が経過していない可能性がある。これは、赤色矮星である主星ケプラー186が、とてもゆっくりと進化を経るため、年齢の不確定性が大きいためである。 ケプラー 186F が超積固定が起こしている可能性は50%と推測されている。しかし、恒星からの距離が太陽、地球間よりも小さいため、たとえ超積固定を起こしていないとしても、自転周期は数週間から数ヶ月と地球よりも遅くなるであろう。惑星形成シミュレーションでは、ケプラー 186E と F の間にもう一つ、 低質量の惑星が存在できる可能性が示されている。この惑星が地球よりもはるかに大型な惑星である可能性は低いとされている。また重力の影響でケプラー1 8 6、A、f の構成面通過を妨げる可能性もある。ティティウスボーデの法則などを含めた推測ではケプラー 186E と F の間に小さな二つの惑星や F の外側に大きな一つの惑星などのいくつかの未知の惑星が存在できる余地が残されている。主星ケプラー186の金属量はマイナス0.26で、これは太陽の約半分しか金属を含んでいないことを示す。一般的な研究では金属量が少ない場合、大型の惑星は形成されにくく、地球規模の惑星が形成されやすいとされている。 ケプラー宇宙望遠鏡による観測が進行するに、連れてケプラーの観測視野内に位置する構成に、ケプラーインプットカタログと呼ばれる番号が付与され、その中で惑星候補が存在するとされた構成には、ケプラーオブジェクトオブインタレストと呼ばれる番号が付与される。ケプラー186は、キックにおける名称として、キック812万608と登録され、 惑星が存在する可能性が示されると、恋マイナス571という恋における名称が付与された。他の観測プロジェクトが付与した名称については、全天観測サーベイにますが、J1954 万3665プラス435万7180という名称で登録している。後年は、パーセク三3 2 6より計算。核融合減った小数。 第2位、ありがとうございます。